おはようございます。こんにちは。こんばんは。サンロードの花園ですそれでは2024年の1月の13日ですね。ポッドキャストを始めていこうと思いますね。あの1月14日って何かあったかな？って、ちょっと今ふと思ったんですよね。なんだっけ？2月14日はね。バレンタインでホワイトデー3月14日がホワイトデーって感じですけども。 1>, 1月14日、なんかあったよなーって感じで、ちょっとふと思い浮かんだんですよね。何だったっけなーって感じなんですけども、特に何もないかもしれないですけどもね、ねえもう本当、1月に入ってね、ねもう13日ってことでね、本当、早いですよね。なんかこのフレーズ、昨日も話してる感じなんですけどもね。で、先ほど、あの本社事務所の方からね、ここの部屋に車で、車でね、来たんですけども、ちょうどね、前走ってる車がね、ちょっと、 あのラ,ベルラベルっていうかシール貼ってありまして普通ね子供が乗ってますとかあるじゃないですかねベイビーオンカーとかベイビーオンカーかなねなんか子供が乗ってますみたいなのあるじゃないですかね子供じゃなくてねおのお袋が乗ってますって書いてあってね,ね、まあ、あれ面白いなって思いましたね。 ねえ車にね結構シール貼ってる方いらっしゃいますよね。わ自分もね貼ってるんですけども自分猫が好きなんでね、まあ、猫の餌代のために働いてますとかね <laughs> あと何だっけ猫が家で障子破ってますみたいなシール貼ってるんですけどもねでね、うん、とあとドライブレコーダー、ね、ドライブレコーダーつけてますっていうシールもね貼ってるんですよ。ね、ちょののねあの前ねあ前 鹿児島でだったかな鹿児島走ってる時にねそういうデで玉のねドライブレコーダーついてますみたいな録画中ですみたいな感じがあってねあれ可愛いなって思ってね自分も買って貼ってるんですけどもねでもあのシール効果ありますよねドライブレコーダーついてなくてもそのシール貼ってるだけで多分効果あるんじゃないですかねあの今までねあのシール貼る前はね結構後ろにピターってくっついてくる車とかいたんですけどもそのシール貼ってからね あんまり後ろにピタってくっつけられることはないんでね, <laughs> ね、ね、貼るだけでももしかしたら効果あるのかなあって感じですね。で、そのシールもね、ちょっと色あせ的なんで、また新しい動画にしようかなと思う今日この頃でございます。ということで、なんか今日何の話し,してんだって感じですけどもねえ、これで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバイイ。